はい、皆様どうも、マフロです。それではにゃんこ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日は全然ちょっと溜まってません。本当はねやる予定なかったんですけど、唯一クリアしてないむき足が、大狂乱のむき足、出ておりまして、そしてね、猫マシンの育成が終わりましたので、進化ちょっと試しにねやってみようと思います。勝てるのかな。アイテム使った方がいいよね。とりあえず猫ポンで様子見よう。はい、行ってみます。なんとなく体力の高い人で組んでみました。こんな感じになっております。お金は貯めないといけないね。とりあえず近づいてきたら猫マシンで一気に攻めよう。これにリスニック選手やられてるし、よし、そろそろ行きますか。波動をね打ち消してくれるんで、お、いけそうだな。猫マシンより前に出ちゃダメだ。ああ前に出るとやられるね。でもいけそうだ。いやコメントでもね、猫マシンいれば余裕ですよって教えてもらったんですけどね、ちょうどいいタイミングで出ました。ちょっとね時間がないんですけど、これだけやってみようと思って、クリアしなかったここだけは。波動がなんかあれだよ、超不発してる。お兄ちゃんすげえな、あのマシン。ちょっと影に隠れて見えないけど、ほんと余裕だわ。恐ろしいな。これは鍛えた甲斐があったね。すいません、超ゴリ押しです。はい、猫マシン恐ろしいですね、本当にね。違う。これで一応全部揃ったんだよな。はい、これで、大狂乱一応コンプリートしました。ありがとうございます。いろいろコメントに助けられましたね。はい、それではね、今回かなり短めですけども、ちょっとね時間の方がないんで、今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。